江戸期の増士官増士官は、鹿児島藩が江戸時代後期に設立した藩校。薩摩藩には、早くから藩校を作る計画があったが、予算不足などの理由で、長らく放置されていた。八代藩主、島津重秀は、このような実情に危惧を抱き、安永2年、鹿児島城にのまる御門前に、約3400坪の敷地を確保し、儒教の聖堂である房重殿、ふさしの、 行動、学寮、文庫などを建設した。これが、造主館の始まりである。初代館長には、十五期に入りの学者であった、山本正義が任命された。モデルになったのは、江戸幕府の湯島聖堂、昌平坂学問所である。隣接する4139坪の敷地には、弓道場、剣道や、柔術などの道場が設けられ、こちらははじめ、稽古所、翌年、 演武官と命名された。剣術及び刃の師範に、東郷美也、大仙住四郎帝政、田中喜介、和田健太兵衛ジョイン、紀藤太郎衛門、鈴木屋当時が選ばれた。また、創術師範には、天神教佐都流の梅田久座衛門がなった。安永三年、茂秀は漢方を学習する、医学院を増設する。同八年には、吉野村に、吉野薬園を建設。 同年、鹿児島城の東南に民事館を建設し、天文学を研究させ、天文館の由来となった。講述するように儒教に基づいた教育が行われていたが、次第に反省の対立が儒教の教派の対立となって現れるようになり、文化4年には、金四六刀を偽術学党として非難した山本正義が教授を免職される事態となり、増士館は、 大混乱に陥った。その後、緊縮財政の影響もあり、増資館での教育は停滞した。加盟4年、11代藩主となった、島津成明は停滞していた、増資館の改革に乗り出した。従来の儒教と武芸教育に加えて、西洋の実学を学習の中心に置いたのである。教育方針は、終身、聖火、遅刻、平殿下の道理を極め、 日本国の本義を明らかにし、国威を海外に発用すること国有であった。緊迫する情勢に備えて、現実に対応できる素養のある人材の育成を急いだのである。桜島に造船所、船員はに西洋科学技術研究所及び製作所として修正館を建設、火薬、ガラス、塩酸などの試作を行い、電信線を開通させ、大砲。 軍艦の建造など、多大の成果を上げた。成明の死後、一時衰えたが、島津久光が、反省の実験を握ると、教育内容の充実が再開され、蔓、ま、延元年には中国語研究のための、達時間、源氏元年には、西洋式軍学や技術を専門に学ぶ、改正書が設けられ、大勢の軍人技術者や、英学者の養成に貢献した。改正書には、 造士館で優秀だった者が入学させられ、教師には石川角太郎、ジョン万次郎、前島ひそか、上野影りらが名を連ねた。森有則、長沢金恵ら薩摩藩英国留学生の多くはこの改正所要学校の中から選ばれた。現在、反省時代の造士館が使用していた建物は全く残っていないが、鹿児島市祖地区の偉人館、修正館は、 公立鹿児島学校が開校時に使用した。また、偉人館は明治17年に鹿児島城市に移築され、公立の中学増士館や七構造士館が本館として使用したが、1936年に磯地区へ再度移築された。入学は8歳。21から22歳で卒業することになっていた。基本的に儒教に基づく教育が行われ、 半死指定の育成を目指していた。所定の日替わりによって、和学、漢学、書道の参加を学び、演武館で武芸を鍛錬した。教科書には、公共、四書故郷その他和官の辞書が基本として使用されており、これらを素読、講義、音集の方法で学習した。天保十三年、公共、四書失中、故郷などの授教テキストを出版したが、それは、 山崎安西流の会議店が打たれたものであった。犯行の大半が儒教の中でも趣旨学を報じており、増資官でも同様であったが、特に安西派趣旨学の教育を徹底させていたことが伺える。これは明治維新後、鹿児島県が最も廃物希釈の厳しかった県となったことなどに影響を落としていると考えられる。発行都市順に掲載。ありがとうございます。